こんにちは、ひねちです。今日は靴の種類に合わせたコーディネートの組み合わせ方をご紹介します。で、今日4つですね、靴の種類なんですけれども、1つがスニーカー、2つ目がパンプス、3つ目がミドルブーツ、4つ目がショートブーツの4種類をご紹介したいと思います。冬だと特に靴の合わせ方に結構悩まれる方も多いと思うので、よかったらこちらをご参考にお願いいたします。では行ってみよう。はい、まず1つ目にご紹介するのがスニーカーの合わせ方です。スニーカーが基本カジュアルなアイテムになるので、高さもないですし、なのでそのカジュアルすぎずに合わせるっていうのがポイントになります。で、その中でも私が特におすすめなのはスキニー合わせになってます。スキニーだとスニーカーがカジュアルなので、逆にちょっとボトムはそのすっきりした女性らしいシルエットもあるようなパンツで合わせてあげると結構バランスよく子供っぽくなく着れるかなと思います。逆にワイドパンツやフレアスカート系でスニーカーを合わせてしまうと結構バランス的にこうブハッと大きめな感じになっちゃって、結構カジュアルめな強い印象になってしまうのと、あと高さもやっぱりスニーカーがないので結構ズドンとした印象になっちゃうかなと思うので、その点をお気をつけください。2つ目にご紹介するのがパンプスのコーディネートの合わせ方です。パンプスは基本的にちょっとこう高さがあるっていうのと、足の甲が見えているちょっとこう抜け感が出るようなものになるので、私としては一番合うものはスキニーパンツになります。こちらのコーディネートの合わせ方はそのワイドパンツにも言えるんですけれども、結構パンツって全て足が隠れるようなものになるので、少しこう足の甲を見せてあげることで抜け感が出てバランスよく合わせやすいかなと思います。逆にスカート合わせの時はフレアにしてもタイトとかにしても、そのままパンプス合わせてしまうと結構 OL チックな感じになってしまうので、できればちょっと靴下合わせをしてあげるとかで、ちょっとこうカジュアルさを出してあげるとバランスよく着れるかなと思います。3つ目はミドルブーツのコーディネートの合わせ方です。ミドルブーツはエッジが効いてるようなアイテムになるかなと思います。なので私が一番おすすめするアイテムは、細身なスキニーか細身なスカート系がすごいおすすめになります。で、理由としては結構そのエッジが効いてる靴になるので、逆にボトムはちょっとこう女性らしいものと合わせることで、少しこうカジュアルダウンじゃないですけど、そういうので合わせてあげると結構相性がいいかなと思います。そしてワイドパンツやフレアスカートとも相性がいいものになってます。そもそもボトム結構何でも合わせやすいブーツになってて、結構エッジを効かせたい時とかコーディネートのポイントで置きたいなっていう時だと合わせやすいものになってるので、ちょっとよかったら使ってみるといいかもしれないです。4つ目はショートブーツのコーディネートの組み方をご紹介します。ショートブーツが今回細身なスカートで合わせたんですけども、基本的に何でも相性のいいものになってます。ただポイントとしては靴下ですね。靴下は絶対ちょっとこうチラッと見せるぐらいで合わせてあげた方がちょっとよりバランスは取りやすくなるかなっていうところですね。で、今回がプリーツスカートに合わせてショートブーツのコーディネートにしたんですけども、こちらがその結構チェックのスカートがカジュアルめになっているので、ショートブーツで少しこう綺麗めを出してバランスを取ったコーディネートになります。ちょっと気をつけてほしいのが、できればちょっとソックスは絶対チラッと見せるぐらいで合わせてあげた方がより季節感も出るのでおすすめになってます。もう一つ気をつけるべきポイントは、結構ショートブーツの形によってそのボトムの相性がいいものとかあまり良くないものとかもあるので、そこだけちょっと気をつけていただければと思います。はい、では、今回は4つのシューズの種類に合わせたコーディネートの組み合わせ方をご紹介しました。今回ご紹介したのがその普段私がコーディネートを組む時のその着こなし組み合わせ方になっているので、基本的にその着る時に合わせるようなやり方を今回ご紹介してます。なので結構そのカジュアルにもっと着たいっていう方でしたら、全然ワイドパンツにスニーカーでもいいですし、もっとこう切れ目に着たいっていう方でしたらフレアスカートにパンプス合わせとかでもいいと思うんですけども、私みたいな着こなし方がしたいなっていう方でしたら今回みたいな感じで組んでいただければと思います。はい、
い、今回の一番の組み合わせ方のポイントはきれいめとカジュアルのバランス感になってます。特にそのボトムとシューズですね、それの系統の合わせのバランスを見てもらえたら、とてもグッドだと思います。特にスキニーに関してはかなり万能説になってます。どの靴でもスキニーはすごい相性がいいものになっているので、もしコーディネートに迷ったりした時でしたら結構スキニーに合わせてあげるといいかなと思います。はい、今回は靴の、コーディネートの組み合わせ方をご紹介しました。もしよかったらご参考にしてみてください。ではまた、バイバイ。